だよ。スーパーロケットアルキメデスと三連星車猫花火と大玉メモチ団大開花。お兄ちゃんお兄ちゃん、花火しようしよう。最初にロケットでズバッと行くか、いきなり大玉で派手に行くかが問題だよね。ん？はるか、何か間違ってた？褒めてる？はるか褒めてるの？みゃー、うれしい！って出るー。ふぅ、またつまらぬものを出してしまった。時限爆弾な感じだよね。ポーンってなるの。こればっかりは自分ではどうにもできないの。お兄ちゃん、ごめんなさい。はい、お兄ちゃん。スーパーロケットアルキメデス宇宙へと、百花繚乱大目持ち玉とどちらがいい？このロケット花火は台座付きだから、このままできるんですよ。どうして？お兄ちゃんと一緒に楽しめるものは何でも好きだよ。ロケットって飛んでいくだけだから。あ、でも代わりにお星様がまた焚いてたからいいかな。
と残ってるのは3連発ゲリラ花火とバーチャル5尺玉打ち上げ花火だけど、お兄ちゃんどっちにする？なんで？これはるか、地味な花火ばっかり買ってきちゃったのかな。打ち上げ花火って書いてあったからもっと華やかだと思ってたよ。そうだね、爆発するのって危ないもんね。白と緑の光が筒から飛び出て空へ消えていっただけだったよ。はい、これには自信あるもん。きっと派手だよ。危ないの？お兄ちゃん一人を危険な目に遭わせられないよ。
パチ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 に、お兄ちゃん。はるか、何か言ったっけ？言ったよ。だって怖いから、なんか怒られそうで。慣れちゃったのかもしれない。それだけじゃないよ。はるかはお兄ちゃんのことが好きなんです。いつもお兄ちゃんのことを考えてて、少しでもお兄ちゃんの役に立てたらいいなって思ってます。はるかにとってお兄ちゃんは、はるかが生きてるってことの証なの。はるかはお兄ちゃんの役に立ててる？お邪魔じゃない？
もしお兄ちゃんがいなくて、はるかが一人っ子だったら。きっと、はるかはもう、この世にいなかったと思う。どうして？はるかは誰とも結婚しないよ。お兄ちゃんとなら結婚してもいい。他の人とは嫌。お兄ちゃんはいつか遥か以外の誰かと結婚してしまうんだよね。そう考えたことあるよ。そしたら、はるかとお兄ちゃんは結婚しなくてももともとから家族だし、誰にも咎められずに一緒に暮らしていけるのかなって。ごめんね、お兄ちゃん。気を使わせちゃって。
く、草が足に絡まって。わからないけど、ひねっちゃったみたい。お兄ちゃん、ごめんなさい。お兄ちゃんの背中は、あの時も大きかった。兄様。あの時はるかが言ったの、お兄ちゃん覚えてる？天の川が見たいって言ったら、お兄ちゃんは今から見に行こうって言ってはるかを連れ出してくれた。お母さん怒ってたね。本当は遥かが悪いのに、お兄ちゃんは何も口答えしなかった。ごめんなさい。お兄ちゃん、覚えてる？あの時、約束したこと。はるかが困ったときは、お兄ちゃんが助けてくれるって。お兄ちゃんは優しいね。誰よりも。
そんなことないよ。ごめんね、わがまま言って。花火、楽しかった。ちゃん、あれは？はるかたちの他にも花火をしてる人がいたのかな。うん、お兄ちゃん、また来年もしようね。ちゃん、朝ですよ。起きてください。ホテルの人から鍵をもらったよ。クオンチ一座のものですが、って言ったら普通にくれたもん。田舎の人っていい人が多いよね。昨日ちょっと思ったの。もう少し自分の心に正直になろうかなって。兄ちゃん、朝ごはんはどうします？みんなと一緒にレストランで食べる？じゃあ、はるかがここまで持ってきてあげるから、戻ってくるまでに歯磨きとかしててね。お兄ちゃんの役に立ちたい。
忘れ物はないよね、お兄ちゃん。お兄ちゃんは、はるかに見送られるのは嫌なの？お勤めですから。なのって。遅いぞー。おーい。聞こえてますか？見えてますか？あからさまに無視するな！セリフ棒読みでんなこと言われても説得力ないわよ！気づいてて無視するなんてひどいよね！って、そうね。そうそう、むつみくんの一日を取材しようと思って。だってさ、こんなおいしいネタそうそう落ちてないわよ。謎の転校生は、実は旅芸人一座のヒロイン。ところで、そちらの女の子は誰かしら？私に用があるみたいだけど。むつみくん？この子、何者？妹？ああ、だから見かけない顔なのね。それにしてもあんまり似てないわね。
お兄ちゃん、誰なの誰なの、どなた様なんですか。よろしく。随分と仲が良さそうじゃない。もしかしてあなたブラコン。ブラジャーは C カップです。どうして私があなたの胸のサイズを聞かなくちゃいけないのよ。だいたい本当にそれでシーンあんの？じゃなくて、ちょっとむつみくん？お兄ちゃんお兄ちゃんお兄ちゃん！ちょっとあんた！いい歳なんだから兄貴にそんなにベタベタしないの！もしかして本当にブラコンなの？お兄ちゃん、ブラコンって何なの？何かの感想なの？違うんですか？ブラコンというのは、お兄ちゃんが好きって意味よ。はるかは、お兄ちゃんのことが好きだよ。そう。